雑草が生える、ね、これはもう無農薬ですからこんなに普通生えませんよ、でやっぱ虫が来ますんで無農薬ですから、葉っぱもねやっぱり、少し虫がつくんだけど、ただ本当にこれでも農薬とか除草剤使っちゃうとね、本当に土が、土の微生物がおかしくなっちゃうから、美味しくて安全なのは作れないということですね、本当にそういう意味ではちょっと不格好だったり雑草だらけですけど、本当に、安心安全の無農薬野菜が、できます。